2008年、赤坂に歌舞伎がやってきた。芸能の街、赤坂で歌舞伎を。18代目中村勘三郎のその一言から始まった赤坂大歌舞伎。誰もが親しみやすい面白さで歌舞伎をもっと多くの人に楽しんでもらいたい、そんな思いが込められたこの舞台は、今や歌舞伎界の新たな名物シリーズとなっている。初回となった2008年は傑作喜劇江戸土産コリコリ話と、狂言から生まれた名作棒縛り。人の命は金じゃ買えねえ。2010年には映画界の巨匠山田洋次監督とタッグを組み、江戸時代を舞台とした名作歌舞伎人情話文七元結を今を生きる物語へと昇華させた現代感覚の古典喜劇が誕生。分子もっとい。そして恋の苦悩を踊りで表現した舞踊詐欺娘では、歌舞伎の美しさが多くの観客たちを虜にしている。2013年、亡き父の遺志を継ぎ勘九郎七之助兄弟が中村勘三郎の当たり狂言怪談渋沢の絵の木を熱演。歌舞伎の歴史に新たな1ページを記した。2015年にはその若き兄弟が古典の醍醐味を見せつけた。ユーモアあふれる舞踊操り三番叟と、一人七役の演じ分けで見せるお染久松浮菜の読み売りお染の七役。2017年には演劇界で大注目される人気劇作家宝来龍太を迎え、赤坂大歌舞伎初となる新作に挑戦。夢幻か恋草子赤目の転生、歌舞伎の新たな可能性を示した傑作を誕生させている。そして今年また新たな感動が赤坂で生まれる。近代落語の祖三遊亭圓朝の傑作落語三大怪談話の一つに数えられる不朽の名作を、気鋭の演出家源隆が新たな視点で名作にかつてない魅力を吹き込み、恋と欲望、忠義と裏切り、絡み合う因果の糸、人間の煩悩と本質をえぐり出すような濃厚な物語の登場人物を、今後の歌舞伎界を担う人気役者たちが共演。赤坂大歌舞伎怪談ボタン道楼5月上演。